というわけで、今回もやっていきまーす。オンダテール。コンティニュー。はい。まあ、前回はあれですね。なんだっけあいつ。スケルトンくん。なんか、カスタネットみたいな名前のやつが、友達がいないってことがね、わかりましたね。犬同士の結婚に注意。犬同士の結婚に注意。何を言ってるのか全然わからないですね。お、凶暴が現れた。ジェリーも来た。なんだこいつ。来んなよ。逃げる。ガンガン逃げていいだろ、もう、これ。多分。これは何ですか？なんか、罰。え？この罰は何ですか？バツの、あ、このマップの、ここか？バツ。おい。ソロゲーミングだろ、これ。お。なんか匂うっす。匂いのもとはどこさ？匂いのもとに潰す。ちょっと表しな。おっ、おっ、ぺん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 。今、匂いのもとはここっす。マークしたくなるっす。やばいやばい。マークしてやるさ。ああ。犬カップ、うわぁ。きっしょ。犬っす、犬っすさ。そうなんだ。なでなで、わたくんくん、転げる。なでなでだろ。こちらの匂いを経過したら、なぜさせてくれない。人間の匂いがするっす。うちの天使何の要素？6つ。犬たちはもう一度こちらの匂いを嗅いでいる。またクンクンであり。やっぱり不思議な匂いだと思っているが、知らんわ。この犬知ってるぞ。見たことある。ああ。犬たちは斧を振り回してお互いを守っている。あ、やばい。転げる。生きた土のないで転げて、転げ回った。体から変なに子犬のような匂いがする。お膝に触れます。どんどんちみ。うわー、いい。は？は？無理だろ、今の。犬たちにこちらの匂いを嗅がせる。罪を転げ回ったので匂い対策は万全だった。この匂いはあんた子犬ちゃんなのさ。え、これ無理じゃね。いや、何これ。は、犬たちはこちらを迷子にいるんだと思ってる。バカ野郎だな。これ、むずすぎるだろ。逃げられてはいけない。ある決意を力に変えるんだ。は？強すぎるだろ、あいつら。カット。カットします。いや、こいつらどうしたらいいの。バッバン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 。こいつら。なんで転げる。これ避けらんなくね。は？どうやって避けんのこれ。これだと思わせる。あいっち。
最後のポイントだと思ってて、どうすんの。混ぜる。両方混ぜる。犬を混ぜる犬、ワンダブル。もちろん。うっついってこれ。犬たちのハート掴んだ。逃がす。うわぁ、むずい。犬が犬になれられた。その発想はなかったさ。変ないな、サンキュッスな、なんだあいつら。なんこれ。すべての罰を丸に、イントネーションがおかしいな。すべての罰を丸に階段の小さい位置を押すこと。あ、どうやって罰を丸にするんですか。ああ、なるほど。変わらんくなったけど。あ、なに、俺様飲むのはどうやって回避した。しかしそれより俺が食べる分は残ってるのか。スパゲッティについてあんのかだよ。食ってねえよ本当に。うわぁ、俺様のお手製パスタを残したの。俺様の分をわざわざ残しておいてくれたの。先輩には及ばん。マスターシェフパピルス様がまたいくらでもパスタをゆれてくれるわ。にゃーにゃーにゃー、あ、にゃー。で、これ、三角から変わらないんですけど。え？これどうしたらいいんですか？変わらないんですけど。ちょっと、どうなってんの？あ？フリーですか？ああ、コン、パピルスくん。最近兄ちゃんが靴下をコレクションし始めた。嘆かわしい。俺様は時々思う。俺様みたいに生きてる弟がいなかったら兄ちゃんはどうなってたことか。いやあ。お前、人間ハンターじゃなかったっけ。な、世間話してていいんだ。バカ野郎が。人間、実はね、貴様がなかなか来ないから、このパズルを改良しておいたぞ。雪の塊を動かして、俺様の皮みたいにしやった。しかも、雪は凍って固まってしまったぞ。だから当然答えも変わったということだ。この上、怠け者の兄ちゃんはここにはいない。要するに何が言いたいかというとだな。全く心配には及ばん、ということ。風吹いて、こいつ。偉大ならパビルス様がこの謎を解いてやる。そして二人で一緒に先へ進もう。でもその前に自力で解いてみてもいいぞ。俺様はここでお口にチャックしてみてるから。こいつの立場は なんなん友達できて嬉しいんだね。すべて松尾丸が、うわ、なんかむずそう。動いたろ、前も。ああ、むずそうだな、これ。ああ、違うな、多分。ああ、三角になっちゃった。これおもろくね、これ。こっちだな。ちょっともろやん。ここと、踏んで。あ、違うな。ここ、え、むずくね？あ、むずくね？でも自力で行きたくね、ここは。さすがに。これ無理、無理じゃん。あれ？あ。はい、どうも。やだ、竹田。
しかも俺様の助けを借りずに、素晴らしい、実に見事だ。さては、ユキ様、俺様みたいにパズルが大好きだな。それならきっと次のパズルも気に入るはずだ。貴様には簡単すぎるかもしれんがな。いや、はっ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 は。遊んでるんだな。アンズさん。あっという間に解いてね、お見事だぜ。オイラが助けるまでもなかったな。助かったぜ。オイラ基本的に何もしたくないから。お前は、ちょ、入れや。なんかモザイク、おい。来た。さっきの人間、さっきの人間だ。でも絶対にこのパズルを気に入らずだ。何しろ、かの有名なアルフィー博士が発明したんだからな。で、アルフィー。この灰色のタイルは、スイッチを入れると、色が変わる。タイルは色によって違った効果を発揮するのだ。赤いタイルは通行禁止。つまりは通れません。黄色いタイルは電撃ショック。踏むと感電するぞ。緑のタイルは警報装置。うっかり踏むとモンスターと戦闘になる。オレンジのタイルはオレンジの香り。踏むと体が美味しそうな匂いになるぞ。青いタイルは水のタイル。泳いで通っても構わん。ただし、体がオレンジの匂いになっていると、ピラニアが寄ってきて噛みつくから注意だ。すると、青いタイルが、黄色いタイルの隣だと、青いタイルを踏んだ時も感電するぞ。黄色いタイルの隣だと、青いタイルのを踏んだ、まあ、ここかな。これ先のタイルはツルツル滑る。踏むと隣のタイルに強制的に移動してしまう。ただし、ツルツルの元になる石鹸は、レモンの香りなのだ。ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフということだ。やばいやばい、わかんないわかんない。ピンクのタイル、ピンクは踏んでも何も起こらない。だから好きなだけ踏むといい。どうだ、わかったか。決勝。よし、では最後に大事なことを教えよう。このパズルは、完全にランダムに生成される。俺様がこのスイッチを押せば、誰も見たことのないパズルが誕生するのだ。だから答えは俺様にもわからん。いやー、覚悟いいか。うわー、むずそう。うわー、タイムリプション。やばい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 。おかしくなっちゃったやつ。お疲れ様でーす。さっきのスパゲティだけど、ファビレスにしては上出来だったんだぜ。料理を習い始めてだいぶうまくなってんだ。来年にはきっと食べられません。ん？食べられませんちゃった。食べられるもん作るようになってるよ。あ、食べられないんだ今の子。脅しないようだ。そんな感じしたけどな、前振りが。うん、そうやっている。犬はぼんやりと雪を見つめている。彫刻が出来上がるのは持っているような。うん。お、セーブ。あの犬は完璧な雪犬が完成するまで決して諦めないだろう。そう思ったら決意が見えてきた。はいはい。はいはい、決意決意。中を覗くと床に犬印シリーズの箱が見えた。やつ嫌いなんですよね、僕。犬に注目何出してあげて、フラチーって書いてあったら今。何したい。できない。出た、スタイリッシュ牛。あの犬、芸術家のつもりらしいけどアイデアが浮かばないみたい。脳みそが豆粒ぐらいしか、うわ、口悪る。またこれむずそう。あ？サンズ。右の塊だ。赤いマークあれサンズと書いてある。ファビレスの雪像だ。むずくね？落ちるんだ、これ。話変わってくるぞ。これダメですよね。無理だな。あ、わかった。あれ、それで手踏むの。
いや、もう分かったわ。はい、天才現る。じゃあ、バイバイ。んー、勝手に滑っていくよー。おい、ん、なんか雪積もってたら今。こりゃ雪も降ら、え、雪も降って。知らない言葉つかな。ワン。なんてちっぽけな犬小屋。背景が、あれ？ん？かわいい。うわー、かわいくねー。グレータードッグだ。なんか顔いっぱいいない、こいつ。化け物だろ、これ。遊ぶ。え、こいつは絶対、興奮していない、遊びたくないようだ。こいつは絶対優しいやつ。ご主人様の命令で待っている。どうする？呼ぶ。グレータードッグ呼んだ。グレータードッグ飛びついてきた。顔に踊りかねた。え愛情を求めている。なでよ、なでよ。なでられると膝の上でもろくなった。かわいい。グレーターとかすっかり安心して眠くなってしまった。起きた。テンションがめちゃくちゃ高い。え、つ、ここ。で、これ遊べばいいんだ。雪玉を作って投げてやった。取ってこーい。雪玉は地面に落ちて砕け散った。グレーターとかあたりに雪をかき集め、こちらに差し出した。犬はくたくたになった。お腹の上に頭を乗せてきた。これな、避けられなくね？グレータードッグはスキンシップを求めてきる。撫でればいい。犬は全体重かけてのしかかってきた。動きにくい。しかし、まだまだ撫で足りない。俺側の意見。撫で足りないっていうのは。撫でゲージは現在 40%。こんなゲージあんの？子供の人の撫でを決めた。撫でゲージが 100% に達した。犬は前足を宙に投げ出し、覆いかぶさってきた。これ、どうやって避けんのこれ。避けらんなくね？グレータードッグは満足した。あ、そうっすか。はい。バイバーイ。あ。かわいいじゃん、やっぱ。ん？逆だぞ、お前。セーブ、したくないですか？セーブ回復がしたい。まだあっこっち道、あったよな。気になります。私気になります、こちら。うん。これは？え？怖い。グレーターロックだろ、どうせ。あ。うん、きっしょ、こいつ。え？きっしょ。こんなきっしょいことある？飾りつける。こいつトナカイか？地面に落ちていたぬいぐるみ用のプラスチックのギョロ目をギフトロートにつけた。人が決め変な目玉をつけおって。うわ、むっ。つって。前が皆さんにつまずいた。風は取るか。信用ならん。これ、めっちゃむずくね。自分に手がないことを嘆き悲しんでいる。プレゼントあげよっか。どうせ罠じゃろうが。そんなことないぞ、ギフトロットさん。どうしよう。俺できた有刺鉄線を外した。なるほどね、全部取ってあげればいいんだ。あ、つけられてんのが嫌なんだ、こいつは。取ってあげればいいんだ、全部。金ナゲットが詰まった靴下を外した。なるほどね。で取る。足の杖、ドラフが記された
キャンディースティック外した。かわいそう、こいつ。あ、解放された。はい、バイバイ。何これ。え？一応セーブしたくね。セーブしまーす。